とも、あなたたちって公爵様と一緒だった。そんなに固くならないでいいって。すみません、あなたたちを見ているとつい公爵様のことを思い出してしまって、公爵様を思い出すとつい。どうでしょう、多分そうなのかもしれません。あの方って威圧感がすごいじゃないですか。だから自分がまるで血を這う虫のように感じられて。そんな大げさな。それに私は何をやってもすぐに尻込みしてよくヘマをしてしまうんです。なので公爵様のように有能な方を見ていると本能的に緊張しちゃって。なんですって、どうか大声でそんなことを言わないでください。だいたいどこをどう理解したらそんな話になるんです。お、旅人にパイモン。皮肉はよしてくれ。俺は同じ失敗を繰り返すようなやつじゃないさ。公爵様のおっしゃる通りだ。どんなことに対しても真面目な態度で取り組むことこそ富を手に入れる真髄ってな。もしかしたら特別許可権自体じゃなくて、それこそが生まれ変わるって意味だったのかもしれないな。うん。シグウィン、お前医務室にいるはずじゃないのか。生産エリアなんかに来てていいのかよ。こんにちは、旅人パイモンちゃん。この時間はみんな忙しくしてるし、医務室にも看病が必要な人はいないから、みんなが働いている様子を眺めに来たの。眺めにって？何も面白いことなんかないと思うけどな。そんなことない。うちはいつもここでみんなを観察してるのよ。人間はみんな面白くて可愛い。働いている時の表情が好きなの。うん、なんだか動物の話でもしてるみたいだな。まあそうかも。でも一概にそうとも言えないのよ。うちはこういう種族だから人間とはちょっと違う資格を持ってて、みんなの体の状況に気づきやすいの。働きすぎている人は一目でわかる。それがメリュジーヌの資格ってやつなのか。確かに看護師にはぴったりだな。うん、みんなの健康のために奔走するのはとても有意義よ。できることならみんなには疲れや痛みとは縁なく楽しく過ごしてほしいけどね。体に気をつけて栄養をちゃんとつけてね。疲れたら無理しないで休むのよ。おう、気をつけるぞ。ありがとな。あれ、ローワン先輩じゃないか。どうしてここに。あと、さっきちょっと怪我しちまってな。なーに、ちょっと釣っただけだ。仕事をしてりゃよくあることさ。ローワン先輩みたいに経験豊富な人でも仕事で怪我することがあるんだな。そう言われるのが嫌だったんだよ。メンツが立たないだろ。全部シグウィンさんのせいだぜ。よりによってこんな時にいないなんて。え、医務室に誰もいなかったのか。ああ、噂じゃ昼飯前の30分くらいはいつも誰もいないらしいぜ。まったく、どこへ行ったんだか。変だな、シグウィンはいつも仕事熱心なのに、こんな時間にどこに行ってるんだ。別にもうどうでもいいさ。この程度の怪我なら一人で休んでればなんとかなる。シグウィンさんの手を煩わすこともない。よかった。特別許可権ばかりに夢中になってるんじゃないかって心配してたけど、調査もサボってなかったんだ。いくらモラが好きだからってさすがのオイラも労働にはまったりしないぞ。リネットもここら辺を調べてたのか。いいえ、ただのサボり。しかもあなたたちに捕まった。お兄ちゃんはいつも通り
金域のあらゆる情報に張り付いてるわ。お兄ちゃんのスキルならきっとすぐに成果を出せるはず。そうだ、これあげる。え、なんでいきなり特別許可券をくれるんだ？あなたたちよりずっと早くここに来てたから。特別許可券は私にとって珍しい資源じゃないの。私にとってはおしゃべりに付き合ってくれる人の方こそ貴重な資源よ。ひひっ、リネットっていいやつだな。じゃあ遠慮なく。ありがとな。見ろ、ここに研究ノートっぽいものがあるぞ。さっきこそこそ医務室を覗いてたやつがいたんだけど、あれってシグウィンのファンだったのかな。多分そいつが落としたものだと思うぜ。どれどれ。メリオジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違う。そのため多くの物事に対してメリュジーヌの審美眼は人間と大きく異なっている。プレゼントを贈る際は特にこの点について注意するべきと。なかなか真面目そうなやつだぞ。ちゃんと勉強してるんだな。じゃあこの研究ノートは、そうだな、募集しちゃおうぜ。調査を中断して休むか。わかった。じゃあゆっくり休んで明日また頑張ろうぜ。連続して働いた後は変な肉が昼ご飯に出てくる。これって一体どういうことだ。これまでの調査って収穫があったって言えるのかな。そうなのか。それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、タブミト。新しい一日がまた始まったのか。囚人としての生活にもだんだん慣れてきた気がするぞ。これっていいことなのか、それとも悪いことなのかな。さあどうするんだ。オイラたち、たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか。おお、たまには楽するのも悪くないよな。普通の弁当って感じだな。やっぱり過度な期待は禁物だぜ。午後はどうする。おう、鉄拳闘技場なら何か手がかりがあるかもしれないよな。おや、君は旅人だろ。君のような実力ある選手は出場禁止だよ。特別にお達しを受けたからね。犯罪者でも命は惜しいものなんだ、分かってくれ。でもここには優れた実力を見せれば特別許可券がもらえるゲームもあるよ。どうだい、興味はないかな。もしゲームで負けたら特別許可券を取られちゃうのか。そりゃそうだろう。鉄拳闘技場は残酷な場所なんだ。わかった、それではルールを説明しよう。まず目の前に的が順番に立てられていく。
的が立った順にそれを打っていってくれ。連続で何ラウンドもノーミスで進められれば特別許可権をゲットできる。ただし打つ順番を間違ってしまったら失敗だ。1回につき300枚の特別許可権が必要だけど、やってみるかい？毎度あり。それじゃあゲームを始めていいよ。やっぱり侮れない実力の持ち主だったな。どうして君が正式な格闘大会への参加を禁止されてるのかよく分かったよ。命が惜しいやつは君と同じリングには絶対立ちたくないだろうな。そういえば君たちはまだ格闘試合の勝敗予想をしたことがないらしいね。ロシモフのところで支持する方の投票権を買ってみるといい。当たれば結構な報酬がもらえるよ。でもオイラたち、ここの選手のことはよくわかんないし、誰を支持すればいいのか。それが普通だから、ゆっくりなれればいいよ。試合を何回か見ていれば、報酬を稼いでくれるやつが誰なのか分かってくる。確かに。な、ちょっとやってみないか？十分な特別許可権を持ってるなら、適当に投票権を買ってみるのもいいかもしれないぜ。適当に買ってみるって、なんて言えばいいか。まあ別にダメなわけじゃないけどな。ちょっとは慎重に考えるんだよ。適当すぎないようにね。適当すぎるってどういう意味だよ。ここで投票権を買ったことがないにもかかわらずルールの存在に感づくとはね。戦闘の腕だけじゃなくて感もいいみたいだ。ここまで来たらお得意さんにもなってくれそうだし、ちょっとだけ教えてやるよ。君たちみたいな客は失いたくないしね。そんなに深刻なことなのか？この隠しルールは、もし格闘が始まる前に双方の選手の投票権を買ってしまった場合、次の日の朝良くないことが起こるというものだ。つまり双方の選手の投票権を同時に買うってのが条件なんだな。それって絶対損するんじゃないのか？そんなことをするやつなんているのかよ。良くないことって何なんだ？さあ、僕はそんなこと試したりしないからね。でもこの件についてこんな噂を聞いた。ある覆面の選手は抜群に腕が良くて戦闘力も高かった。その頃闘技場に彼の相手ができる者はいなかったほどだ。決勝戦、主催側は彼に覆面を外すよう呼びかけたんだけど、彼はなぜか固辞して試合にも出てこなかった。その後二度と姿を見せなかったってさ。死んだとか主催側にやられたとかいう人もいたけど、彼が何よりも名誉を大事にする人だってことはみんな覚えてる。双方の選手を同時に応援するやつがいたとしよう、それは彼にしてみれば間違いなく試合を侮辱する行為に他ならない。だからそいつの怨念がそういうことをするやつに罰を与えるっていうのか？
ずっと覆面してたし、意図的に素性を隠してたから、僕は彼がどういう人なのかは知らないな。旅人、まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか？おい、本気か？嘘だろう。親切に忠告してやったのに、あえてそうするっていうのか？そうだぞ。第一、めちゃくちゃ怖いじゃないか。しょうがない。おいらをちゃんと守ってくれよな。両方の投票権を買うなら、多分3000枚ほど特別許可権が必要だ。十分貯められた頃に試してみるといい。ただ、何があっても知らないからね。はあ、ここに来てから朝寝坊する資格がなくなっちゃったよな。やっぱり早く寝ようぜ。新しい一日がまた始まったのか。囚人としての生活にもだんだん慣れてきた気がするぞ。これっていいことなのか、それとも悪いことなのかな。さあ、どうするんだ。オイラたち、たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか。おお、たまには楽するのも悪くないよな。普通の弁当って感じだな。やっぱり過度な期待は禁物だぜ。午後はどうする。タルタリアみたいなやつは絶対よくあそこに行ってたと思うぜ。お二人さん、投票券を買いにいらしたんですか。次の試合が間もなく始まりますので、買うなら今のうちですよ。次の試合の選手は誰なんだ。今回の人気チャンピオン候補、キバ選手と東感覚エリアのトキシン選手ですね。それってあだ名か、それとも自分で作った肩書きか。変わった名前だな。あなたたちは初心者のようですので、少しアドバイスをして差し上げましょう。今回はキバ選手にかける人が多そうですが、トキシン選手こそダークホース的存在。つまり今回の試合、私のおすすめは、へえ、両方とおっしゃいましたか。初心者だというのは一目で分かりましたが、まさかそこまでとは。もしかしてルールをまだしっかり把握していらっしゃらないとか。もう一度詳しく説明しましょう。つまり、いやいいな、こうしたらきっと損するってことも分かってるぞ。分かりました。いいんですね、一旦お買い上げになれば返金はできかねますよ。いいから特別許可券をもらっとけって。今日もそこそこ収穫があったって言えるよな。明日も何か進展があったらいいんだけど。おい旅人、パイモン、荷物が届いてるぞ。
次は自分で受け取れ。俺は配達員じゃないんだ。荷物？お前何か買ったのか？オイラまだ寝てたいからお前が行ってきてくれ。おお、昨日隠しルールに逆らって投票権を買ったんだよな。もしかしてこの荷物がコリンズの言ってた良くないことなのか？一気に目が覚めちゃったぞ。どこかに隠れてるから飽きたら呼んでくれ。おい、ちょっと待てて。オイラがまだいるのになんで開けちゃうんだよ。何なんだお前、大丈夫だったか？オイラに見せてみろ。なんだ、ただの瓶じゃないか。でもこの中の液体の色ちょっとヤバくないか？わあ、やめろ。それ以上言うな。何を言おうとしてるのかもう分かったから。ウギ、こっちに近づけるなよ。嫌だぞ。どういうことなのか分かるまでこの瓶は開けない方がいいと思うぜ。これはオイラからの心からの警告だぞ。さあどうするんだ。サボれるのって嬉しいな。特別許可権が惜しい気はするけど、この午前中をうまく活用しようぜ。はあ、配りきらないとここから出られないのに。お前ここの囚人じゃなさそうだな。見ない顔だぞ。ええ、もちろん違いますとも。囚人扱いしないでください。僕は法を遵守する善良な市民ですから。じゃあこんなとこで何してるんだ。なんだか困ってるみたいだけど。僕は本他社の販売促進員で会社の飲み物の販促を担当しています。本当は早く仕事を終わらせて本社に戻る予定だったのですが、まさかここまで時間がかかってしまうとは。本他社のやつだったのか。なんだよ、何かあったのか。もう頭にきましたよ。全部あの公爵のせいです。この前うちの反則計画を話したら、僕の計画には全く価値がないとドストレートに評価してくれました。これまでの協力関係はまあまあ順調だったので僕は我慢して彼に説明しようとしたんですけど、彼に話の腰を折られちゃって。なんて言われたんでしたっけ。俺がきっぱり断ったのはあんたの時間を節約するためだ。あんたは特別許可権の価値もわからなければ自社の商品の価値さえ分かってないのかもしれないな。前者についてはあんたは水の上の人間だから仕方ない。だから責めたりはしない。そして後者についてだが、君たちの飲み物を買うのは水の下にいながら特別許可権のことをよく分かっていない愚か者くらいだろう。だからもう結構だ。そう言って彼は僕の提案を断ると。煩わせるな、他の方法を探してこい、とも言いました。こんなにひどいことってありますか。あいつはここのボスだからな。仕方ないぜ。オイラたちも公爵のことは知ってるけど、あいつって確かにつかみどころのないやつだよな。まあいいです、郷に行っては郷に従えと言いますし、ゆっくりやっていくとします。本当に試したって聞いたけどどうだった、何か起きたかい。翌日に
謎の荷物が届いたぜ。中身は何なのかよくわからなかったけど。やっぱり噂は本物だったか。呪われたりはしてない？具合はどうだい？その君たちはちゃんと君たち自身の意思で行動してるんだよね。おいらも確証がないぞ。お前はどう思う？おいらはちゃんとおいらに見えてるか？そうか、ならよかったぞ。見た目は確かにこれまでと同じだけど、油断しない方がいいと思うよ。ところで本当に試すとは思いもしなかった。ただ好奇心を抱くってだけならまだわかるけど、投票権を買うお金も惜しくないんだね。普通に買っても何か報酬を得られるとは思ってなかったけどな。こういうのって主催側しか大儲けできないもんだろ。とんでもない。我らが鉄拳闘技場はとても良心的だよ。投票権からの収入なんてほんの少ししかないんだから。今開催中の鉄拳闘技場大会もフォンタを生産する会社が協賛したおかげで開催できたくらいでね。飲み物のフォンタを作ってる会社が協賛したのか？公爵の支援で開催したんだと思ってたぜ。ま、ギブアンドテイクってところかな。彼らもメロピデ要塞でフォンタをプロモーションしたいって思ってたからこそこの件を提案してくれたんだよ。とにかく数日はくれぐれも気をつけてくれよ。あれ、地面に散らばってる紙はなんだ？応募用紙か何かか？いや、違うみたいだな。どのページにもフォンタ社のマークが入ってるぞ。フォンタを生産する会社の資料とかか？わかった。捕まったら企業機密を盗んだ罪で訴えられたりしないよな。あ、そうだった。お前の言う通りだな。もう怖いものなんて何にもないぞ。誰誰？新商品の研究開発はフォンテーヌ科学院の助けなしで行っており、進捗が滞っている。開発者内部からも疑いの声が上がり始めた。新商品はやむを得ず、名前もパッケージも未定の状態で、1回目の試飲が行われた。フィードバックによって今後の開発方向性を調整する予定。一旦小規模エリアでクローズテストを行う結論に至った。特に気になるところはないぞ。フォンタ社がフォンタ以外の飲み物を開発してるってだけだろ。まああまり順調じゃなさそうだけど。資料は元に戻そうぜ。何事もなかったかのようにな。これでよし。いつの間にかこんなとこまで来ちゃってたな。先にご飯でも食べるか。そうだな、特別許可券との引き換えでゲットした時間なわけだし、次はうまく利用しようぜ。謎の荷物、血の色の液体。やっぱりまだ真相が見えてこないな。お前は何か新しく思いついたか？そうなのか？それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、食べぶと。すでに2つの隠しルールについて調べてきたけど、まさかこの監獄にこんなにいろいろおかしなことがあるなんてな。
調査のペースを上げた方がいいと思うぞ。でないといつまで経っても終わりが見えない気がするぜ。うん、じゃあ今日は作業なしだな。急ごう。